はいどうもはいわさこらはい質問ですどうですはいよろしくお願いします今日に引き続き二人ですけども、うん、はい はい、皆さん夜昨日寝れましたかねあんなホラーの話した <laughs> いやいやいやそんなに具体的なホラーのこと言ってないし <laughs> まあ言ってんけどなちょっと気になって夜中見ちゃったみたいなしたらえら、うん、いことですからね、うん、はいということで今日は <laughs> ホラーといえばさ「いだよ何言ってんねん私そんな思いか」思い出しちゃって思い出しちゃってれだけ言わせてーいつも VR のホラーっていうのも最近あるやん絶対怖いやん これもだから家で言えばお手軽に経験できる確かに VR ゴーグルとかさえあれば。かてかマジ VR さうちらも参加させてもらったけどさね,ね 3D になったりな、ねうんかねけどあれもっとくるかなと思ったけど意外となんか。 なんかわからへんうちが知らん世界でめっちゃ盛り上がってるのかもしれんけど。知らん世界で盛り上がってますよ。本当。だ <laughs> か身近であんま感じへんからさ。まあね。まあまあまあ、まあ。けどあれってほんまさコロナ禍で今とかさ。うん。それこそまああのお化け屋敷とかさ。うん、そうディズニーの動画見る一つもさ。うん。すごいよな。すごいよ。ね<え>。うん、ちょっとりょなんかつなわたりしてみようみたいなのもうすごいよなだってあんな流れやったら、うん。そう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 。え いやそのマジホラーのやつが本当にやばいですよ。ええだってさどういうことどうなんのなんかいわば映画の中にそのまま入っちゃうみたいなホラー映画の中にそのストーリーがあってんかこの屋敷にはお化けがいてみたいな設定から入ってそこに入っていったらなんかいろいろ出てくるみたいな。怖っ。 <laughs> <laughs> えちなみにさ、うん、VR のゲームとかもあんのあもちろん,ちろん、えー、あんのプレイステーション私なんかすごいいいアイディア思いついた思ったらもう誰かやったはんの当たり前やんかむしろもうゲームが先みたいなとこある。るえー、ゲームなんか64で止まってる、うん、すごい64はやばすぎるえーえー、やばあんねーやんそう それこそそれもありやんな自分が主人公みたいな感じでゲーム実際にしてる感じなんてことやんな、うんうん、やっぱその VR のゲームもなんか最初はちょっとホラーっぽいやつとかが多いよやっぱそういうのはやりやすいから一人称でサメが襲いかかってくるとかそういうのは割とある、うんえーえー、すごい知ら、うん 間に世界は進歩してますね <laughs> えーすごいな。いや、VR ゲームは結構賑わってます、ね。ええ、知らなかった。うん、なんか、スター・ウォーズとか、自分でライトセーバーをこう構えて戦うみたいな、えー。すげえ。うん。え、なんか、ゲームやりた。なんか、うち、ウィームやりた、ね、v とかもさ。 V ってィ ?V も新しくないの応6 4よりはシンポシー。今ってあのさ、なんかさ、振り方したりしてあるのってさ、あれもいいじゃないのあれスイッチか。スイッチやな。スイッチっていうのに変わってんな。それとかもさ、もうスイッチなんかも触ったこともないしさ、見たこともないわけ、本体をなんかスイッチでもリュウ君のいいな、リあった。えあった テレビの横にあったよあああったわあったのなでっかいなでっかいそうそうそうアドバンまあ俺も持ってるけど持ってたっけ持ってるおううんいやゲームな俺リングフィットアドベンチャーやりたくて買ったから何リングフィットアドベンチャーってそのフィットにそうできるあああれかあのな運転のドライあそうそうそうあれ C M は見たことあるそうそうそうえなんなのでもちょっとし直しし直すで変えてないあら 本体はあれなんか要は友達もインスタとかであれのフィットネスなんかやってあれめっちゃいいらしいよやっぱ続けてるとんなんあれは何基本的にはその自分が走ることによってゲーム内のキャラクターも走り出すんだけどあゲームなのそれはうんアクションゲームみたいな感じでバーって走りながらこうたまに違う動きをしてこうキャラを動かしてでんか敵 ボスキャラみたいなのが出てきたらそういうことだあれってなんかそのフィットネスを実際にやるとそれが敵のダメージになるみたいな、うん、私なんかあれさあれを使ってほんまさエクササイズみたいなのさ見ながらさ何がそれがゲーム思って基本的にはそうよ、うん、そんなだからボスを倒すためにはこのエクササイズをしないといけない,いなけどちゃんとそういう,う,いう楽しさがあんねんなゲーム、うん、ゲームなんやねやっぱり へーすげーへーやるかなうちやってみたいな一回ちょっと変えたら言ってみんなでやるうーはえ、い、なんか進化してますねそうあとなんかボクシングもあるよなになにみなさんが買ってたけど<お>ボクシング<あ> <laughs> ボクシングもまあ同じ感じでそのコントローラー使ってヒットボクシングみたいな何それちょっと待ってこれもう楽しそう で、ちょっとみんな教えてよ。なんで知らへんの私、何も知らへん何それ私だって、しかもみんなあれ振り回してんの、Wii <laughs> やと思ってたし、Wii <laughs> はもう何年前や ?10 年前。元祖やんないから、じゃない ?Wii って。いや、元祖でもないけど、マリオのさ、のテニスやるやつとか。日常的にそういうコントローラーを振ったりしたらな、ね。なやりやすいっていうのは、 初めていや別にあれが元祖ではないけどもともとあった技術やけどうん、うん、それを任天堂が大々的に取りれたの出したっちゅうやつなんやで,、ね、で今がスイッチへ、はい、えー、なんかいやなんか一気になんかおばあちゃんになって気分になるやんそうです,、ね、すごいな <laughs> ちょっとゲームなんみんなと,とかやとやりたいかなうち多分一人やったら。 ほんまん牧場育ってるぐらいしかできへんからさ。<laughs> いやでもそうフィットネス系のもういいんじゃないですか。ね、そう。動かす。ちょっと真剣に最近ちょっとさ、ジムに通うか、うん、もう,うん、うん、無理やり体を動かす方に持っていこうとしてるんだんけど、うん、そういう手もあるんですね。いやまあリンゴフィットアドベンチャーが一番楽しんでやれる。確かに。でやらなさそう。運 <laughs> <laughs> りかぶりそう。 どうかな。それってちなみにそのリングフィットさんは、うんうん、なんかなんかそれを持ってる人同士遠隔で通信とかできたりする？それはできるか。通信協力プレイみたいな。おお<う>。分からへん。それは知らんな。もしできたら一緒に一緒の場におらんくっても。も見たことないの。まあ、い,いんちゃう。えこのアイデア挙げようかなのんだらな。ウィーさんウィーさん,ーさんじゃあスイッチさん。<laughs> えー、でもそんなんな,なんか分からへん。一緒に誰かってやってた多分うち。 楽しくなると思うんで、ね。ああ、なるほどね。そう。ね。うん、でも結構やっぱ達成感はあるけどね。ねステージをクリアして。でももちろん消費カロリーとかも表示されるわけよ。えーえー、っていう。すごいな。ショーンそんなんやったらさらにカリカリになっちゃうやん。<laughs> でも体力がないから。<laughs> ああ<ー>、<う>体感とかもな。体力がなさすぎるからね。え。えー、ちょっとやりたいな、うん、え、なんか他になんかい最,最新の 今時の情報を。だ, <laughs> 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 だってみんな知ってたり当たり前なんやろ、なんか。あとさ、私ずっと不思議やって、動物の森ってさ、あつ、うん、りっていうやんな、今。動物の森あれってさ、何が楽しいの、うん、なんであんなにみんな、ね、なんか、社会的な。いやでもそう、もう牧場物語的な感じで。やっぱ同じ感じなんや。そうね、なんか。 なんでもない日常を楽しむって感じで <laughs> あじゃあそれはほんだらうちが好き系ないとなるうん多分好き系やと思うなんであんなにだからさ、うん、昔から牧場系ってやっぱりあるじゃないけど、うん、なんであんなにみんな,なんかあんなになんか品薄になるぐらいまあそれも去年とかもっと話前の話かな,、うん、なんかなんであんなのなっててやろうと思っていやでもな好きやんみんなそういうの。 まあまあ <laughs> ちゃんとやり込み要素もあるしあそういうことさなんか新しいさなんかもう画期的ななんかいろいろまあ多分うち知らんことないけど画期的ななまあ C っていうとそのフレンドとなんか、うん、の作物とか取れたやつとかをやり取りとかも、うん、あ友達とできんねやそうそう,うあとなんかその日によってはい、はい、自分の、うん、自分の島のなんか、うん 野菜のの価値みたいながあそれそれが自分自分一人でやってると自分の島の中だけのことやから関係ないねんけど人とやるとんか人の島に行ってここで野菜を売ればお得とか何それ円円高うそうそう株価株の値段が変わるっていう株価っていうのがあるけどのとかで。 そうなんか友達と結構やり取りしたりとかっていうのがそういういろいろな要素、まあ、それだけじゃないけど、えー、なんか友達となんか一緒にやるっていう感じのが割と多い、うん、あそれはちょっと面白い私、うん、だって昔にやってたのさ、うん、牧場物語でもなか元祖のやつからほ、うんままだ白黒のゲームボーイのやつで、うんうん、ほんまにまい種まいて。うん 育ってて、うん、収穫して、うん、終わりあのそれだけのやつやってなんかなんか <laughs> でもまあそれが楽しいねけどなそうよねだつも集まりもそういう要素もありつつ、うん、まあそれだけにとどまらずいろんなことができるっていう感じかなすごい進化してますねうん、えー、なんかちょっといろいろ知りたいわゲームは結構ねいろいろなね、うんうん、技術を そうね、取り入れたりしてますからはあちょっとみんなでなんかなあゲーム大会したいなんか <laughs> <laughs> いや俺ゲームは好きやから、えー、いくらでもやりますけど多分うち全部負けると思うけど楽しいからやりたいわちょっとうんちょっとみんなの持ってるゲーム持ってる人たちにゲーム借りていろいろやりたいなあなるほどね,ねそんな全部パワプロとかさやりたいなあれあれは あれもあれだよな。ほんまにいた選手とかが名前出てくるんだよな、ねへ。野球好きにはたまらんちゅうことですね。そうです。はい、いろんなゲームがあるんですね。はい、なんかほんまに今日。ただ喋りましたね,前ね。ほんまや。 ちょっとリング。いいねリングフィット買った時はぜひ知らせてください。<laughs> はい。わかりました。はい、みんなでやりましょう。なんか腹筋とかもけ結,結構しんどいじゃん、普通に。<え>あなたはできない可能性もある。すごいな。<laughs> やだ。ええー。ちょっと。ちょっと勝ったら、品定めに行こう、はい、私もは,い、はい。はい、そんな感じでボイラリコメ。ええ。 上金のライブが二十九日ですね。ビッチフェスはいもう新宿ロフトであります。ぜひ皆さんよろしくお願いします。あのツイッタービッチのツイッターとか見たらわかりますけど、ぜひあのガイドラインを読んでいただいて、まあしっかりとねその感染対策というかそのあたりのルールも確認して参加していただくように。 お願いししますみんな楽く終われるように結構ほんまに姉さんたちもめちゃくちゃきっちり大変やったと思うねんけどあとはねやっぱり最近よく見ますからね感染で出演キャンセルみたいな話もよくあるんで終わらないように終わった後も楽しめるね笑って終われるように頑張りましょう。はいということで。